パジャマにもうパジャマ、またパクっちゃったよ人のものをね。ねえ、みんなみんなみんな、今日は雪が降ってるらしいですね。本当ですか？どうなの？本当？でもなんかせっかく紙二つに結んだのに、これで見えない。今日みんな雪なの？東京、東京雪ですか？ねえ、どういうこと？え、なんか私が喋ったらジーンってなった。ジーンって聞こえるこんばんは、みんなみんな集まれ。今日雪降っとるらしかよ、噂で聞いた。6センチだって。結構積もってるやん、6センチって。こんくらいよ、6センチって。もうちょっとよ、こんくらい、こんくらい、こんくらいやろ、6センチって。こんくらいか、こんくらいやろてか口今日さ、リップ塗りすぎた。リップ塗りすぎた、積もった？嘘。6センチ積もった、まあ、6センチって結構よね、確かに。東京だとめっちゃ、そうなんですね。壁にしてない、ほら。壁にしてないよ。めっちゃ積もってるよって、東京。あ、電車通ってるんですか？あ、電車電車。電車は普通通り？壁にしてる？え、明日の方が大雪だって。じゃあ雪だるま作った人写真送ってくださいね、ぜひ。誰か取りや、誰か一人ぐらい作りやろ雪だるま。誰も作らんと。明日の朝電車止まるかな。今日一個も止まってないと。なんかさ、東京って電車って止まることあるとないと。私は止まったとこ見たことない。でも遅れてきたことはあるよ。明日の朝コール。やばいやばい、電波悪い？嘘やん。こんくらい近づけたらいける？関係ない、チラチラしてる。こんくらい辺まで持ってこよう。おみー、頭なんでやねん、なんでよ朝やばそうよね明日は。長崎の方は、長崎嘘やろ、電波悪い、ここ。嘘、筋トレルームやけんかな。寒いってよここの部屋本当に。あ、みんな今日はそういえばね、あのね、鉄分もう飲んだ2本。あきおめ、おひさそんな久しぶりじゃなくない？ケランチョさんでしょ、そんな久しぶりじゃないやん。東京の方、え、本当？マジか、やっぱここが悪いんだ、この部屋が悪いかもしれん。だっけ端っこでしてるんだけど配信、ほら、こんくらい、こんくらい端っこ、いやん。私が人生初めて配信ショールームをした時もこの部屋だったな、そういう。3年ぶりです。嘘です、おー嘘です。昨日寝ちゃって、昨日寝てなかったやん。あ、明日ステディ2月号だ、本当だ。買いに行かねば、宣伝しようとみんなに。今日インスタストーリーに載せよう。私の髪茶色いやろ、こう見たらやっぱり。見てこれ、鼻がついてる。でも太ったからさ、こうやって髪を一つとか二つにしたら顔がでかいことがね、バレちゃうの。まあいっか、太ったことみんなに言ったしね、言ってるからね、もういいないいな。そう、さっきかまちさんがインスタライブしてたよ。みんなこうやってずっとこうやってこうやってずっとこうしとけばいいんじゃない、ほら。こんばんは、まささん。そうだよね、ずっと小顔ポーズしとけば問題ない。見て、爪剥がしたと偉いやろ。この間つけたばっかりやったっちゃけどね、取りなさいって言われたけん取った。定位置に戻ります
ほらこれでさ、なんか脈だかなんだかわかんないけど取るじゃないですか。だから爪を取らないといけなかったの。そう、そう、爪剥がしたんです。なんかね、あね、もうちょっとまだまだそんなね、そこ剥がせって言われたわけじゃないっちゃけど、絶対忘れると思って、私もう忘れる自信が、自信しかなかったとよ。爪剥がす自信、剥がし忘れる自信しかなくて、もう取った、早めに取っとこうと思って。あれ何を、なんで爪取らんといけんと、分からんけど分からんけど、とりあえず言われたけんちゃんと取りました。あ、なんか爪の色でするって言ってたの。爪の色で分からんやろって言いそうになったけどさ、本当に分かるとかな、爪って。元気です、貧血です、貧血です。でも今日はちゃんとね、あの鉄2本飲んだけん大丈夫。カレー作っていいな、美味しそう。でもうちは今日はね、キムチ鍋って言ってましたね。私がダイエットしたいけん、そう、もう鍋にしてほしいって。そうだ、今日トラ年だ。全然トラっぽいことしてなかったわ。ちょっと今日からトラっぽくいくけん、なんて言うと、トラってギャオガオ。そういえばなんかさ、トラがさ、トラかライオンかさ、なんかさ、なんか人襲ったみたいなニュースあったよね。最悪じゃん、なんか演技悪かったね。トラだっけ、ライオンだったっけ。なんかニュースでびっくりした、もう怖い。みんな気をつけてくださいよ。あれ、気をつけなくていいか、いつに気をつけないといけない。トラ、え、トラ、本当にトラ、本当にトラですか。トラなの、トラ、トラの、トラ年に、演技悪いよ、それは。トラは演技悪い。怖い。私でも大好きなの、あのあれが、サファリパークがすごく好きで、大分のサファリパークに行きたいんですよ。でもちょっとビビる、そういうニュースね。あ、ビルディさん、こんばんは。唇こ濃くねって、そう、濃く髪でリップ塗ったらどんどん濃くなってきた。あ、たかりんさん、お仕事戻りますって、頑張ってよお仕事。今日からみんなお仕事ですか。チューしていいですここ画面越しに、画面越しでするで、みんな今日からお仕事なの？今日から？昨日から？やっぱ痩せんといけんねえ。これはやばいよ、本当に。豚ちゃん？豚って呼ばれるもん、家族から。豚ちゃんだよ、こんな太ってたら。だって見て、ほら。これで伸びるんだっては。昨日、あ、ずっと仕事、嘘でしょ？本当に？でもさ、カブトムシ娘も仕事しおるさ、ずっと仕事してて、そう、いや多分ね、お仕事多い、意外と多いよね、きっと。1日とかもお仕事だよっていう方意外といる。あのね、もう体重はね、測ってないんですよ。もうね、体重は測らないんです。体重は見ないことにしました。そう、もう見ない方がいいわ。もう痩せてから見る。そしたら太ったことが なかったことになるけん。そう、太ったことをなかったことにしようっていう作戦よ、これは。そういうことでいい、いいやろ。ひょいっと、そういうことでいいよ、別に。見なければいいんだから。なんかこれさ、なんか作業着みたい、この服。人の勝手に借りてそんなこと言ったら怒られるわ。え、何、あ、これか、これ、え、何これ、なんか出てくるかな。何も出てこなかった。今日はね、もうめっちゃ元気やった。めっちゃ元気。仮パク
いやもう、え、映えてる？本当？これはこのリップはね、なんかそこら辺にあった、そこら辺のリップをつけましたね。あー、久保くん見っけ。久保くんいた？昨日いなかったよね。いなかったよね。いや一昨日っけ、いないなって思ったんだよね。昨日か一昨日か、いなかった。まあおみずきはあと1ヶ月後に乗ります、体重計には。ん、あ、昨日いなかったのか。昨日いなかった。うわっ、今日何日ですか。え、今日何日、え、今日何日、今日何日ですか。え、わかんない、今日何日なの。あ、今日6か、6だった。今日6か。いや覚えてるよ、お誕生日。あぶねえあぶねえ、今日かと思った。明日ステディだ、明日ステディだよ、みんなみんなステディだよ、明日、明日ステディだ。そうだ、明日が7やけんね。いや、やばい、マジで顔丸いんだけど、どうすればいいっちゃうか。こうしたらなんかこうスッて見えんかな。ああ、もう親知らず全部抜いて小顔にしたい。親知らず抜いたら小顔になるって言うしさ、誰かが言ったしさ。でもさ、小指短っ。でもね、その噂ね、本当らしいですよ。本当らしいよ、本当って言ってた、お友達が。うん、お友達が言ってた。そうだよね、でもね、めっちゃ一旦顔大きくなるもんね。え、でもさ、整形じゃないもんね、うん、親知らず抜くって。整形じゃないもんね。え、抜きたい、親知らず抜きたい。だって顔ちっちゃくなるっちゃろ。え、抜くよ、抜く抜く。え親知らずプチ整形ぐらい。え、いし、え、マジ、どんくらい、どんくらいちっちゃくなる。言うて変わらんかな、言うて分からんぐらいかな。でもなんかちょっとでもちっちゃくなりたいな。骨の鼻いじ、鼻の骨いじったことある？ってこと、痛そう。なります、なる。え、むっちゃ血出るって、歯から。でもまあ出るよね、そりゃ、だって歯抜くんだもん。大出血？嘘ばっかし、嘘ばっかり。本当ですか？本当に血出るの？でも寝とるやろ？寝とるやろ？血、え、寝てないの？親知らず抜くときって。あ、きのうさんこんにちは、尾上みずきです。まこにゃもこんばんは、こんばんは、こんばん。かまちゃんもこんばんは。みんな、あと私のインスタグラム、あと90人で7000人なんですよ。よし、ぜひ初見さんこんばんは、なほさんこんばんは。次インスタグラムやってるのでぜひ見に来てください。あ、じゅんさんありがとうございます、フォロー。ガネメデさん、ツンツン、あれ、できた、ツンツンできたか。そうよ、あと少しで7000人なんです。ツン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 。そう、7000人やけんか、今日は7000人直前、質問コーナーでもしよっかな。嘘だ、嘘嘘、本当。え、しよっかな、ちょっとだけしよっかな。なんかさ、私がさ、質問コーナーしたらさ、大喜利始まるっちゃんね。めっちゃ私がツッコミ、もうツッコミ待ちだろこれっていうね、質問が来るとよ。そう、大喜利大会しよっかな今日、ストーリーで。ツンツン来てる？みんな、これがさ、もう大喜利大会に帰ってくるしさ、待って、ツンツン来てる？みんなのところに。電波悪くてツンツン来てないかな。そんなことないか。ちょっと
目が眩しい。あ、ツンツン完了、全員ツンツン完了です。ありがとうございます。なんか質問コーナーってさ、質問コーナーとか質問返しをね、やったのが多分もう2ヶ月とか前なんですよね。そう、2ヶ月前ぐらいやけんか、初見じゃない、初見じゃないよ。だからちょっと久しぶりにやってみようかな、配信終わってから。おっ、あー、鍵閉めてしまった。あれ、これ鍵閉まっとる？あ、閉まってない。でもさ、なんかさ、ここでさあのコメントにさ、なんとかなんかもうめっちゃボケるとするやん、みんながさ。それで私がさ、いや、なんなんやないかいとかさ、いや、なんなんやとか突っ込むのはさいいけどさ、あのストーリーでさ、なんか文字でさ突っ込み入れるのってさ、めっちゃむずくない？めっちゃむずくない？意味わかる？だってさ、みんなはさ匿名じゃん、名前消してるしさ。何これ、なんかついてるんだけど、消えみたいな。んかさ、あれじゃん、みんなさ匿名じゃん、だって名前消してるしね。私めっちゃセンス問われるじゃん、あれ。ね、困るよ。あんまり大喜利してこんで。あ、しげきさんこんばんは、じゅんさんもこんばんは。誰これは、誰だこれは、おのっちさんじゃん。ん、いっぱい滑ってねって。任せて、私全然怖いものないよ。7000人の前で滑ってやろう。スベッカムって、スベッカムって知ってますか、みんな知ってるか。コロコロコミック、コロコロコミック、懐かしい、見てたな、よく。ツッコミのせいにしていいと。え、電波良くない？嘘、あれですか、モザイクかかってる今日。え、あきひろさんフォローしてくれたの？嘘、見えんかった。え、嘘だ。あー、ほんとだ、見つけた。あきひろさんこんばんは、ありがとうございます。嬉しい、頑張って2キロ痩せるのでフォロー外さないでください。あ、この子デブやな、ハーズソって言わんでね、お願い。でもさ、顔に出やすいんですよ。フォローしましたってありがとう。おのちさんでしょ、おのちさんだよね。え、あさみさんこんばんは。そう、2キロも太ったり痩せたりしてるからね、もう痩せるしかないですよ、太った分は。そんな悪い画質、そんな嘘だよ、そんな。だってここめっちゃ Wi-Fi いいよ、実家。違う、痩せれる。なんでこんなパジャマなの。しかも見て、これはさすがに見せれんわって言いながら見せる。見て、この分厚い靴下、見て、この分厚い靴下。でも毛玉だらけだから見せれない。でもこの靴下ね、めっちゃモコモコで気持ちいいんだよ。でもさ、毛玉だらけだから見せれない。毛玉いっぱい。臭くないでしょ、臭くない。あやたかさんこんにちは、尾上瑞希です。そう、ウサギの形が何？いてなんかさ、バドミントンしたらさ、あのオスグッドのさ、もうオスグッドが青くなったの。見ます？あー、ちょっとキモいかも、ちょっと気持ち悪いかもしれない、やめとこう。なんか青くなっちゃった。もうあの青たんみたいなのできてしまった。そう、バスケはしてないんですよ、オスグッドなんです、もうマジで。え、キッショーって言わないで、キッショーじゃなくてキショーでしょ、キショー。初期の反対はキッショーですよ。ん？昨日はね、めっちゃお風呂入った。昨日はね、毎日お風呂入るんだけど、
お風呂に浸かる時間は多分みんなより短い。もう暑いのが苦手なんですよね。入りました。入らないと絶対もういい匂いするお風呂入らんとかさ、私無理なんだけどって言ったら、お風呂に 入らない派の人と喧嘩になるけん、あんまり強くは言えんけど、私はお風呂に入らず寝たことはない。本当にないですよ。絶対基本絶対夜中の4時でも、あ、朝の5時でも絶対入る。いや、お風呂は好き、ただ髪を乾かすのは嫌いですね。綺麗ですね当たり前、当たり前なんですよお風呂に入るのは当たり前なんです。4時半は朝か、あ、4時は朝か、どっから半来た。まあ確かに朝か、朝風呂だ、朝風呂。けどたまにあるじゃないですか、気づいたら4時とか。なんか正月気づいたら4時だったよ私。1月1日とかめっちゃ寝不足してたもん。夜更かししてたもん寝不足してたもん、夜更かししてたもん。めっちゃ超夜更かし前だったよ、ほんと1月1日から3日ぐらいまで確か。あれ、そうやったっけ。サッカーした時ぐらいめっちゃ早く寝たの。サッカーしてもう気絶してた。サッカーしたら気絶した、疲れすぎて。気づいたらもうぐっすり寝てた。お風呂入らないと私はあのベッドに入れない。あ、そう、みんな、私これみんなと話してみたいわ。お風呂入らずにベッド入れる派の人と入れない派の人いるじゃないですか。みんなどっち？せーの、さん、はい、入れない。私さ、パジャマ、いくらパジャマでもベッド入れない。お風呂入れない、入らないとベッドに入れないんですよ。なんかちょっとそこはなんか譲れない。だからあの相方とかでもベッド乗らんでっていう。でお昼寝、あ、一回も外に出てなかったら いけるけど、外、一回でも外出たら、あの外気に髪が触れた瞬間もう嫌だ。そう、ベッドに入りたくなくなるさ。お風呂に一回入りますね。それかソファーで寝ますね。それか地べたで寝ますね。地べたでカーペット、あの床暖みたいなあるじゃん、あれつけて布団かぶって寝てる。潔癖症じゃないけどベッドは嫌だ。なんかベッドはね、本当に清潔なとこだからそう、ちょっとだけね、ちょっとだけよ、ちょっとだけね。潔癖とは言わんけど、ベッドだけはダメと。もう神聖な場所やけん。もう私はね、あのすっごいもっこもこのあったかいのにしてるんですよ、ベッド。で、枕もめっちゃ洗って、枕もさ、みんなより洗ってると思う。なんかこうやってさ、汗かいてさ、こうやって肌に触れるじゃん。で、ここにニキビができたんですよね。それの時に枕のには菌がいっぱいいるみたいな噂を聞いて、枕めっちゃ洗ってる。そう、だって肌に悪いんですよって言いながら、ここにニキビあるんだけどね。他人にベッド乗れるな、あ、嫌ですね。私のベッド多分誰も乗ったことないと。家族でも乗せない乗せないっていうか、入れない、ベッドには。けどまあ人のベッドには行きますね自分のベッドは、え、ダメダメダメ、お風呂入ってないとダメだよっていうくせに、あの相方とかは気にしないタイプだから、相方のベッドには寝に行きます。あ、お昼寝とかさ、それこそさ、相方のとこで寝ますよこれはさ、そう、自分はいいけど、自分はダメよ、自分はダメ、自分のベッドはダメけど、相方は気にせんけんいいとそう、私は気にするけんダメ。それだけ、その差。相方も気にするって言ったら乗らんよ、乗らんけど、相方は全く気にせんけど、あのあれ、美容オタクやけん、相方はあの枕とかは気にしてますね、洗ってる。めっちゃ
ジャイアンだ。おみずき、おみずき最低、おまめみずき最低や、最低最低いい、お昼寝だから、お昼寝はさ、うん、だからソファーですよ。お昼寝はソファーで、うたた寝ころって寝てる。そうですね、ソファー、だいたいソファーだから、ソファー私しか寝てない。なんかうちのソファーね、なんかいいソファーなのうちのソファーね、あのすごい、私がすごいお気に入り、ふかふかでちょっと大きめだから、もう全然寝れる。でも20年ぐらいずっと、生まれた瞬間からあのソファーって、死んだおじいちゃんが買ってくれたって言ったけど、いやめっちゃいい場合、めっちゃね、あの 長年使ってるソファーがあるんだけど、いやブランド品とかじゃなくて、普通にあのあれ、気持ちいいソファー。あ、ケイチャムさんこんにちは、ありがとうございます。え、初めましてでフォローしてくれたと、うえ嬉しい、ありがとうございます。尾上瑞希です。今日は変な格好してるけど、ちゃんと普通の服も着ます。今日はね、寒くてちょっと、しかもこの中はなんとびっくり、パジャマじゃないんですよ、シャツ、普通のシャツ、シャツっていうかトレーナーみたいなやつ。寒い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 わで今の流れから絶対ないでしょう。今の流れで言うと、もう潔癖症ライバーでいいじゃん、もう不潔系ライバーってなってるよ。画質悪いって、まだ違う、だって違うんだって、グレーを着てるから同じ服着てると思われるんだけど、違う違う、これは別の服だって、ほらついてるじゃんこれが。なんかさ、こっち帰ってきて私グレーの服ばっか着てんだけど、潔癖症はやだ、潔癖症やだ潔癖症やだ、私潔癖症じゃないもん。けどさ、ちっちゃい時、あの子供のくせになんかペットボトルの飲み回しができなかったんですよね。僕汚いいや私は、あマジで汚いよ、汚いよ汚いよって変やね。でくしゃみ出そうなんだけど、さっきからくしゃみしていい、一旦ダメか、くしゃみ出らんわ。え、なんかくしゃみ出そう聞いたことあるやろ、私ね飲み回しできなくて、だからなんかペットボトルの飲み回しがずっとできなかったの、ちっちゃい時は。でもなんか高校生になってなんかできるようになった。なんか高校生、なんか JK みんなさ、なんかパリピじゃん JK って。してください、ぜひシェアできないですね、できなかったの。でも今はできるかな、わからん。え、わかる、私もお父さんのもお母さんのも龍のも嫌だ。そうそうなの、ちょっとね嫌なの。おみずきめんどくさいやろ、嫌でしょ、おみずきめんどくさいんだよ。だからあーんとかさ、あのあーんとかは、まああーんとかは、うん、あーんとかも、ま、いや今はいいけど昔は多分できんかったそう、一緒いた、中学まで飲み回しできんかったって、いるいるじゃん、仲間いた。めんどくさいのよ。でもなんかさ、スプーンはちょっと嫌けど、フォークならいい、フォークのあんやったらいいよ、だってかぶって食べればいいじゃん。スプーンはなんか嫌だスプーンはさ、なんかさ、なんかあんしたらさ、なんか虫歯うつるかもしれん虫歯うつりたくないじゃん、だけんやだ、だってコロナもあるし。そう、私はあの虫歯すごい気にしてるな、確かに虫歯気にしてる。そうだから、あの相手のスプーンならいいよ、あんしてって言われたら、じゃあスプーン貸してって言うかないやわかる、一口ちょうだい、なんかさ、めっちゃわかるんだけど、ちょ、くぼくぼ、ちょっとわかるよそれ。あの一口ちょうだいのさ、あの一口ちょうだいのものによるさ、なんかなんだろう、別にねケチとかじゃないってよ、こっちはっていうことやろ。
わかるよ。別にケチであげたくないわけじゃなくて、ソフトクリームとかペロンってされるのが苦手なの。わかる？ソフトクリームとかさ、一口ちょうだいって小学生よく言うじゃん、中学生とか。ソフトクリーム一口ちょうだい、これどうやって食べるんって思ってしまう思ってしまうの。わかる？なんかそう、なんかそうそうそう、なんか例えばなんだろうな、なんかまだね、あのあれならいいと、なんていう、まあいちご飴とか4つ5つあって1個パクって食べればいいじゃんとか言ったらまだいいっちゃけど、ソフトクリームとかなんかそういうそういう系はちょっとさすがに、ソフトクリームどうやって一口食べるんって多分もう心の奥底でお水気を持ってる。そう、あ、いいよって言うけどねいいよって言うけど、心の奥底の奥底の奥底で、ソフトクリームってどうやって一口食べるんだっていう思ってるよ。そう、どういうことそう、それは嫌やね。あとペットボトルもあのコップの方がまだいいうるさい、お水着、お水着うざい、めんどくさいやろ。あのお水着めんどくさいっちゃけど、もうそれは言っちゃけどさ、なんかペットボトルってさ、なんかこんだけしかないやん、飲む口が。コップはこれぐらいあるじゃん、飲み口だけ。いいってよ、だって一緒のとこに当たる確率あの低いけん。けどここに苦しくないじゃん、ペットボトルだからさ、飲んだらさ、なんかここに当たる確率は高くなっちゃうそうだから嫌です。そうだから、あのレッスンとか、あの AKB の時もレッスンの時も、もう誰よりももう絶対に自分のペットボトルにお水着って名前書いてましたね、うん、誰にも取られないように、間違われないように。そう、そう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 、だってあのさ、風邪とかうつるかもしれんやん。そうや、私3年間風邪ひいてないっていうね、あの記録を持っとるけん、今伸ばしおるしさ。そう、高3が最後なん、あ、高2が最後なんですよ、あの修学旅行が最後だから。18、19、20、21、もう20、もう5年目だ。やば、お水木風邪ひかない歴5年目、やば強ー、マジお水木最強じゃん。カラスさんこんにちは、こんにちは、尾上です。2キロ太った尾上です。金町悪くない、そう、バカ歴 5年目。 そういうことよ。え、そんな悪い画質、子供の飲みかけ、それはちょっとその時にならんとわからんわ。でも赤ちゃんならいい。え、でも赤ちゃんやったらやだ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 、赤ちゃんこちらがやだ。なんかこちらのさこちらのバイキンがなんてさ、なんかもうバイキンとかないしさ、あの虫歯もないから赤ちゃんにも申し訳ないわ。私なんかあのヘルペスとかあるしお水きのヘルペス移しちゃうかもしれない。結構なね頻度で私ヘルペスあるの、口の中に。そうそう、赤ちゃんが嫌なの、赤ちゃんが嫌でしょ、だからやめたく。そう、虫歯とか移っちゃうしね。私虫歯ないけどね、言っとくけど私は虫歯ないよ。え、免疫力低いんだ。いや確かに赤ちゃんは免疫力低そう。でもこの間あのふーちゃんって言うんですよ、赤ちゃんが突然名前出してきたけど、まあふーちゃん、ふーちゃん、そう、ふ、ふなんかわからんけどやろ、名前はただふーちゃん、ふーちゃんって言うんだけど、その赤ちゃんが、そう、ふーちゃん、ふーちゃん、ふーちゃんがね、あのこの間会った時聞いたけど、まだ風邪ひいたことないって言った、熱も出したことないって言ったけん、そう、偉いね、偉いねって言って、私がこうやって写真撮ってたらさ、もうめっちゃキョロキョロしてた、私のカメラこうやってこうやって動かして、なんかこうやってはぁはぁってしてた。そんな気になるって言ったら、後ろで相方が笑い言った、そんな気になるってどういう質問なって、だってそんな気になるこのカメラ、
iPhone13 Pro って言うんだよって教えた。ふーちゃんが大きくなったらもっとすごい携帯が出てくるからねって言った。写真見せたいっちゃけどさ、なんかもうふーちゃんにさ顔面モザイクかけたらもうほぼ誰かわかる。モザイクかけんで、いや赤ちゃんって顔変わるけんいいよね、別に顔出してもって思うけどな、誰にも許可取ってないけん出せ。でもね、私のちっちゃい時の顔と今の顔って全く違うんですよ。赤ちゃんの、私の赤ちゃんの時の写真何枚か写真出したことあるけど、もう本当に面影もないぐらい顔違くて、20年後訴えられるとですよ。なんか相方はね、ですよ、相方はあるのに私は全く面影なくて、なんか幼稚園の時に、そう幼稚園の時いじってないわ。この間さ、なんかさお話し会の時にさ、お水木卒業した方してから可愛くなったわみたいな、卒業してからの方が可愛くなった気がするさみたいな、あの話になって、いじった二人でお話し会いじった説あるなとか言った話したわ。そういえばしてないですよ、いじってないよ。そういうお話し会でそういう話になったわ。そういえば思い出した、楽しかった。でそれでね、それで何だったっけ、そう全然顔違くて、やっぱ幼稚園の、しゅんさんこんにちは。なんか幼稚園の時にめっちゃ仲良かったお友達と塾で再会して、何ヶ月も私って気づかれなかったの。ふと、あの時さ幼稚園の時楽しかったよねみたいな話したら、えみたいなのって、みーちゃんって、あのみーちゃんみたいな。そう、みーちゃんってさ、なんとかなんとか幼稚園の尾上瑞希みたいなって、そうだよ、まるまる幼稚園の尾上瑞希だよって言って、みたいなって、めっちゃ面白かった。嘘やろ、何ヶ月も私って気づかんかったとって言って、顔違うじゃんって言われて、そんな顔違うことあるって思ったけどね。あのみーちゃんって言われたよ。そう、まるまる幼稚園の尾上瑞希ってなって、っていうかこの長崎のこんな田舎に尾上瑞希って他におるとって感じやけど。本当にそう、面白いよね。なんかさ小学生の時にさ、めっちゃ面白い子がいたの。私なんかさ、ちっちゃい時からなんか今っていうか今奥二重みたいに見えるじゃないですか、私ね。あ、二重なんですよ、生まれた瞬間から二重なんだけど、なんか面白い女の子がいて、ずっと私のことを小1で私整形っていう言葉知らなかったんですよね。それなのにその女の子がその二重って整形したのって言ってきたの、小1で。でお母さんに、ねえなんとかちゃんがさ目整形したって聞いてきたけど、整形ってなんて言って、初めて私その時整形っていう言葉を知ったの。今でも覚えてる、あのその子のお家のなんかリビングで突然言われたとよ。そうと思って、小1でさ、今思うと変よ、その子めっちゃ。私が変なんじゃなくてその子が変なの。変でしょ、だって小1だよ、小1で整形っていう言葉知らんくない？そう、小1で突然言われたけんさ、びっくりしたよね。でも顔変わってないやんって言って、その突然変わることないやんって面白いよね、その子はね。あの おませさんやけんね、整形っていう言葉知ってたよ。目頭切開とか言ってたもんね、6年生ぐらいの時には。あの目頭切開やったっけ、あ、目尻切開、目頭切開でしたっけ。すごいねって、整形の名前とか知ってるんだ、私全然知らなくて、疎いんですよ、そういうなんか常識みたいなの全然知らなくて、その子に教えてもらった。整形こうやって整形するんだよって、ここを切って大きく目を大きくするんだよとか、ここに鼻になんか入れて高くするんだよとか、この涙袋になんかヒアルロン酸を入れるんだよとか、いろいろ話聞いたことあるね。常識ではないか、
そうなんですね。俺も切ろうかな。痛いよ。いつかするやするとかな。でもなんか知ってる割に、知ってる割にっていうか、めっちゃ知ってそうけど全然美容には興味がない子なんですよ。そうそう、幼馴染なんだけど、幼馴染も幼馴染か、小さい時から一緒だけど全然興味ないの美容にそう、なんかお化粧とかめっちゃするタイプの子じゃない、そうけどいろいろ知ってる。そう、まあ謎だね、そう思ったら。幼馴染多いよ、だってもうずっと一緒だもん、田舎のこんな隅っこ暮らし、隅っこ暮らし、うん、広いでもうちもそうだよ。龍は人絵なの。龍は人絵だから一人だけ川で拾ってきた説あるいつもそんな言いよる。本当に顔違うもん、全然双子なのに全然違うけど。幼馴染というシチュエーション、どんくらい、相方は奥舞台か、一人じゃないよ奥舞台だ、なんかここが二重なんだ相方。こっちは二重けど、多分こっちは一重、ここは一重でこっちが二重、こっち二重、こっち一重って感じ。そう、りゅうくんに親近感りゅうはね、全然私となんか顔の系統が違う、全然違う、目が違うから全然違って見える、肌も違うから全然違って見える。いい匂いしてきた、ねえねえ、めっちゃいい匂いしてきたんだけど、明日の夜ご飯教えてあげようか。うちの今日の夜ご飯は鍋なの、お鍋、お鍋、お鍋、あー無理だった、ちょっと足が筋肉痛で、筋肉痛で座ってられなかった。マジめっちゃ筋肉痛なんだよね、最近運動しすぎてて。あーマジでいい匂いしてきた、あー助けて、誰が助けに来たらどうしよう。なんかさ本当に好きって返事なんだよね。一人でさ、なんかお母さんが帰ってきてさ、お家に帰ってきて嬉しくて叫んでたらさ、相方がお風呂入ってて、どうした兄ちゃん、どうしたどうした、なかったって言って、違う違う違う、お母さん帰ってきただけだよって言うシチュエーションあったけど、変だよね私って。萌えさんこんにちは、たかさん、あフォローありがとうございます。りおちゃんこんばんは。そういえばね、なんかね、りおんちゃんが作ってくれたね、TikTok を昨日見返してたの。あ、TikTok じゃない。あ、TikTok。あれ ?TikTok だ、TikTok。そう、ニヤニヤしながら見てた。嬉しい。もう、見るたびに保存してるからさ、何枚もある。そろそろ一回、イルカさん謝って、あ、謝ってって。謝ってって言われてるよ。ほら、ありがとうございます。あのね、私ね、りょんちゃんの好きな、昨日、あれ、あ、いいねしました、私、いいねしたしたっけ、あれ無意識だ、そう、いいねしてなかったからしたのかな、ごめん、急にあの、私がすごい、なんか、もういっぱい全部好きだけど、動画すごいね、好きなのがあるんだよね。2020年の私の誕生日のやつ、あのハッピーバースデー動画があるんだけど、それねすごい好きなんだ。やっぱ一番最初に動画作ってくれたのは確かリオンちゃんなのかな、あんな、なんか、多分ね、そうなんですよ、誕生日リオンちゃんっていうか、まあ、みんなしてくれたんだけど、みんな多分いっぱいくれたんだけど、一番最初にたくさん作ってくれて、すごいもう一番感動したよ最初は。一番最初で感動しますよね、やっぱり。なんでもめっちゃ感動したのを覚えてて、すごい好きなのそれ。そう、みんなでも動画作ってくれるの本当に嬉しい。全部保存してるからね、2回ぐらい。あー、前の携帯に入ってるんだ。でも
ね、私も動画作れないんですよ。作ったことないんですよ。作れるかな、私でも。自分で作ろうかな。2022年は自分で作ってみようかな。ハッピーバースデーおみずき。え、なんか恥ずかしい。ね、作れない私も全然。いやマジでさ、そう私さ、あのさ、あの夜遊びさんの遥かって歌あるやんか。え、遥かだよねあれ。遥か、あ違う、遥か、遥か、遥かですよね。今子って見えたけど、遥子って言ってしまったやん。遥かかだよね。そう、あの歌聞いたら私すごい動画作ってくれた方のあの顔が思い浮かぶの。昨日カブトムシ、昨日じゃないな、え、じゃあ一昨日か、カブトムシ娘の車に乗ってたんです。そしてカブトムシ娘がはるかを流したんですよ。そう、車でドライブしてる時に流したんですね。それで話した、この曲ねすごい思い出深いんだよねって言って、そうだけどこの歌めっちゃ好きなんだっていう話をした。作ってもらってこの歌好きになったんだよねっていうエピソードを話しました。いいねって言ってた。そう、歌詞いいよねマジで。でもね、聞いて、私ね動画作ってもらうまで知らなかったの。そう、本当にね知らなくて、歌自体を知らなくて一瞬で好きになったよね。一瞬で好きになったマジで。あの曲は作ってもらったから。でもさ、え、でもねみんな作ってくれたんだけど、え、じゃあ一回名前言ってしまうわ、名前言ってしまうけんやめとこう。言っていいや、え、言っていいかな。でイルカさん作ってくれたよね。え、作ってくれたよね。なんか動画、なんか CM 風動画みたいの作ってくれて、いいよ。イルカさんが、え、そうだよね、イルカさんだよ。え、最低、覚えてないの、私あんな喜んでたのに覚えてないの、ひどい。え、そう、はるかはそう別の方がいる、なんかの冗談で言ったら俺だった。え、ひどいね、ひどい。全然なんか CM 風動画、あの言葉にできないってやつ。え、え、え、作ってくれたじゃん。あのなんだっけ、あ、まあなんか、え、何の歌だったかとかちょっと覚えてないんだけど、お、そう、俺だ、い、今こっちに回ってきた。生きた？それ私ね、それなんかねめっちゃ感動したんだよね。すっごい感動して、私はあの日めっちゃ泣いたのに、作っ、全適当に作ったんだ CM っぽいやつ。そう、イルカさんみんなに見せてあげて、せっかくやけ。ほんとね、そうめっちゃいいね、いい CM のもう超感動風な感じやったさ。そう、それなのにね、作った本人は忘れてるって。ひどいね、ひどい。私探しとく。もうそんな、そんな、そんなレベル。え、あれ簡単にできたの？多分ね、作りはなんか忘れてるってことは多分そんな時間かかってないやろ。多分そんな時間かかってないわ。あ、照れ隠し？光の声が、それで作る人ちょっと面白いわ。何これ、すぐできたの。動画よく作ってるんだ、すごい。訴えられてしまえ。面白すぎる。まあ確かに、あ、ポチさん、あきおめことよろ、あきおめ、あきおめに、お、に、え、
いました、餃子のポーチさん。いたかな、なんか年末の配信でさ、あれみんなにさ写真送ってないよね私。え、送ったっけ、送ってないよね、撮った覚えないもん、撮ってないよ私。やばい、みんなこの後みんなに写真送る、いや自分一生懸命書いたから見てよって言ったくせに自分が載せないって最低じゃん、マジでみんなぶん殴っていいよ、一人一発ずつマジでね、マジで一人一発ずついいよ殴って、本当にごめん、マジでごめんごめん、ごめんなさい。アイコンにしたいですと、え、マジで捨ててないさ、捨てるわけないやん。え、みんな待ってて、今から送るから写真。あ、よかった、忘れ、あ、やばい、ああ殴られた、愛の優しいキリディ、なんでよえ、新年何の、なんかステディの専属モデルの一番最後の時のお礼メッセージを書いたの、それを755に載せるから見に来てねっていう話をしようとしたら、よかったありがとうポチさん、ありがとう俺も殴ってていいよ、あの花壇のあの牧野つくしちゃんみたいな、殴ろう、なんだっけ、自分で稼いだことねえガキが調子こえてんじゃねえよー、言ってなかったっけ、違ったっけ、ごめん一人で盛り上がってこういうやつ、え、知らん、あ、もう知らんならいいわ、食って、あのつくしちゃんが道明寺を殴るの、ブワーンってこうやってジャンプしながら、知らん、知らんか、わかる人おるわかるでしょ絶対、だって私よりみんなの方が世代でしょ絶対、花より団子、明日のステディ乗ってます、みんな明日のステディ乗ってます、みんな明日のステディ乗ってます、乗ってるけど、なんか、え、ちょっと先に言わせて、あ、ちょっとこう2月後は多分、2月後はちょっとお水不調な気がする不調っていうか、すっぴん風だったんですよねほとんどチークも塗ってないんです、あれ、あ、あれとか言っても分からんかも、明日見てじゃん、明日見て、え、お水すっぴんって言われそうな気する、なんかすっぴん風みたいな感じで、いやマジでね、いや私はあんまりあのいつものメイクが好きなんだけど、これ、ね、濃い方が好きなんだけど、なんかチークないし、でいつもチークガンガンに塗ってるからチークないし、ファンデーション半でぐらい塗ったかな、そう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 、え、で私聞いたんですよ、チーク塗りましたっけって言ったら、あ、チークは塗らなくていいよって言って、そう、もう元がコッペタ赤いからいいよって言って、そんなことある、明日可愛く映ってるかな、ん、いや、ダメ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 、決定じゃないよ、明日は絶対みんなに不評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 、耳も赤い、そう、あ、でも今日そんな赤くないわ、白いわ、なんなら天然チークやった、マジですごいって、久保くんありがとう、反応確認して、感動確認してきて、ありがとう、みんなありがとうございます、みんな、お水木がブスでも、明日ブスでもお水木 FC を対談しないでください、あ、でも大丈夫、大吉明けますし関係ないか、本屋行きますって、え、買ってくれたの、ポーチさんは、前回のは、前回の1月号は買ってくれたの、どうなの、買ってるよね、もちろんね、もちろんね、はい、はい本当嬉しい、ブスなとこまだ、ね、嘘だってば、フォロー外すかもフォロー外さんで、フォロワーズだね、入団してない人
いないと思う今コメントしてる人で入団してない人は。うん、今のところ全員今コメント流れてるとこ見る限り入団してない人はいない今のところ。ほらみんな水木よし、よしブスでもいいけんとりあえずみんな買ってくださいね。ぜひご本人 ありがとうございます。ブリントさんありがとうございます。今回川栄さん表紙、あ、そうなんですか、はあ、そうなの、まだ全然 見てない、そうなんだ、表紙そうなんですね、身につけようとね。めっちゃお腹空いてどうしよう、もうあと3分、ちょっとランキング見ますね。お腹空いてお腹が空いては戦ができん、戦はできんって言うやん。お水木の表紙はあと1年後表紙のイベントとかあとかさすがにないか、そんなイベント。第1位チョコミントさんありがとうございます。第2位ミネマツさんありがとうございます。第3位ヨシノリンありがとうございます。なんかヨシノリンって言ったらさ呼び捨てしても呼び捨てしてないみたい。ヨシノリンありがとうございます。第4位餃子のポーチさんありがとうございます。第5位ポッポさんありがとうございます。第6位プリントさんありがとうございます。第7位お手紙無事、いやまだね私ね長崎おるけん来てないとよ、早く見たい待ってるよ。まあ届いとっとやろうけどさ、ちょっと待っとっけ。ありがとうアニメでさ。第7位笑顔ニコニコさんありがとうございます。第9位久保くんありがとうございます。第10位もっくんありがとうございます。第11位おのっちさんありがとうございます。なんかシチューの匂いするっちゃけど本当にこれってキムチ鍋、なんかめっちゃシチューの匂いする。ありがとうございますおのっちさん。あ、おのうみずきだそれおのうみずきじゃん、ありがとうございます。第12位大好きさんありがとうございます。そして第13位キュン、よね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 、あ、あーちょっと待ってよ、みんな待ってもう最悪や、言い忘れたわ、もう明日にする、まあ明日言う、バイバイみんな、おやすみ、一言いいですか、だっていいよ、一言でも二言でも三言でも四言でもいくらでも言っていいよ、何おやすみ、なんか言う、明日言います、気になるよね、うん、私も気になるわおやすみなさい、皆さん鼻かわいい、ねえ一言それありがとう、え、うん、明日言います、明日最後に殴っていいよ、いいよ、ここならいいよ、ここはダメけどここならいいよ、骨が硬いけん、ここは口の中切れそうやけん、みんなおやすみ、今から私はキムチ鍋を食べるからね、じゃあまたインスタで会いましょう。